2021年の3月の7日でございます。今日はちょっと面白い動画があったのでですね、それのご紹介とこれに対する私のですね反論をですねお伝えしたいと思います。奥山雅史さんという方がいらっしゃいます。で、この人はですね、若手のですね地政学者ですね。日本では数少ない、いや、ほとんどいない地政学者ということで、高校出てすぐカナダに確か留学されて、カナダからイギリスに渡ったのかな。で、国際関係論とかをですね、勉強された方なんですね。で、私がこの、そもそもその、地政学っていう言葉を知ったのはですね、この、奥山さんの講演に聞きに行ったんですよ。確かね、2000年代の頭ぐらいだったと思いますけども、あの頃ね、何回か講演聞きに行ってですね、で、直接質問したこともあります。ですので、私その後ですね、いろいろ本を出すようになって、地政学っていうタイトルのですね、本もいくつか出しましたけども、その、遡るところね、奥山さんからの、教えに追うところが非常に大きいということで、これは感謝してます。勝手にですね、奥山さんのことはですね、師匠と呼ばせていただきます。はい。それで、奥山さんのもっと話を聞こうと思うじゃないですか。で、YouTube なんかでこうググるとですね、奥山さんが一人でこう出てくることはまずないんですよね。これが不思議なことに。で、必ずね、この二人で出てきて、で、この右側に座ってらっしゃるこの和田健二さんって人がですね、必ずなんか、漏れなくついてくるっていう感じでですね、この人一体何なんだろうとずっと疑問だったんですけれども、で、ちょっと調べてみるとですね、なんか実業家っぽいですね。よくわかんないですけども。なんか確かにいつもいいスーツ着てるしですね、日に焼けてるので、かなりセレブな生活を送ってらっしゃるようです。私のような庶民とはですね、運転の差ですけれども。それで、この方がですね、この和田さんという方が、亡くなっちゃった渡辺正一先生に非常に、尊敬されていらしてですね。で、その渡辺先生を動画で皆さんにこう広く紹介するっていうことを考えて、で、オンザボードっていう会社を立ち上げて、プラットフォームですよね。いわゆるその保守言論人に、こう、テレビになかなかね、出してもらえない人たちに発言の場を与えるっていうことを立ち上げた方のようです。ので、まだね、その無名だった奥山さんっていう人をこう発掘して、で、こう、世に出したという、そういう意味ではですね、奥山さんのですね、ある意味スポンサーみたいな方だと思うんですね。で、同じように、武田敦也先生とかですね、それから、和也さんとかですね、なんかも、この、和田さんに、乗っかる形でですね、このネット言論界にこう、どんどんデビューしていったっていう感じのようです。だから、この基本的にそのオンザボードっていうのは、保守の側であって、で、この戦後70年間日本を支配してきた、このですね、大手メディアを筆頭とするですね、あるいは学会のですね、この閉塞的なですね、リベラルと称して、全くその言論自由を認めないですね、この閉塞した空間をぶち壊すということで、頑張ってらっしゃる方なので、それは私も全く立場が同じですので、和田さんにですね、感謝申し上げたいと。で、これからもですね、どんどん頑張っていただきたいというふうに思っています。はい。で、その、和田さんの番組でですね、私に対する言及があったということを、視聴者さんがですね、教えてくださったんですよ。はい。それでですね、早速その動画をですね、拝見しましたので、これちょっと皆さんと共有したいと思います。ハリー太郎さん、先生、ありがとうございます。言論寺で茂木誠という予備校教師の方がおられます。奥山さんと同じリアリズム地政学を題材にした本を出版されてますが、自身の YouTube チャンネルで世界の DS が支配しているという内容の、情報発信をされていますと。彼が奥山さんと同じリアリズム、待て、言ってない、なこと言ってないですよ。私は世界を DS が支配してるっていう、私がいつ言ったんですかね、どの動画で言ったんですかね。これがまずね、その事実に反するんですね。
DS と言われてる存在について、ちゃんと考えた方がいいですよっていうことを言ってますけども、世界を DS が支配してるなんてことは言っていません。これがまずその事実関係の間違いですよね。で、それを前提にこの話が始まっちゃうんですね。だから、これは今ご覧になった通り、この番組へのチャットかな、これは。で、そういう投稿があって、で、それを、真に受ける形で話が進んでいくということが1点目ですね。リアリズム地政学を扱いながら陰謀論にはまってしまうのはなぜか原因だと考えられます。このね、陰謀論っていうのね、これ多分アメリカ大統領選挙の話でしょう。で、この和田さんはですね、大規模な不正はなかった。で、大規模不正があったっていう論説は全てこれは陰謀論だ、キューアノンだっていう、アメリカのほとんどの大手メディアの言ってることをそのまま和田さんはですね、信じていらっしゃるということなんですね。で、それに彼らの言うその陰謀論に私も乗ってるんだと、こういうことですね。私は、このアメリカの大多数の大手メディア自体が陰謀たぐらんだと思ってますので。質問来ましたよ。ああ、そうですか。いや、勝手にやっていただければいいんじゃないですか。ちょっと、僕が思うには、この間、なんすか。突然和田さんがどっか行きましたけど。なんすか。世界は DS が支配してると。どっかありましたね。ありますよ。いや、探しましょうか。なんかね、今、本をですね、今ね、探してるみたいなんです。わざわざね、番組止めてですね、私の方を探しに行くという、こういうことらしいです。ですけど、なんか水色の表紙の本ですよね、確か。そこに、なんかありそうですけど。そっちじゃない。なるそうほでどすね。ね。とりあえず。なるほど。ちなみに、それいいんじゃないですか。それは別にいいんじゃないですか。かわいそうだから。かわいそうだから。一言だけ言うと、茂木誠さんの、この 政治思想マトリックスって表紙なんですけど、表紙にいきなりこの、リバタリアンがグローバリズムで自由ってあるんですけど、リバタリアンはグローバリズムじゃないですよね。いきなりこの一番最初のそうですね。表紙のマトリックスってあるんですけど、この一番最初が間違ってたっていうふうに、ちょっと僕は思いましたけど、奥山さん、ちょっとこれどうですじか？ゃあ、僕ノーコメントで。いや、そうノーですコメか。ントですいきまません。す。はい。僕は間違ってるのかもしれない。ということで、一旦行きこましこょう。で。それじゃあどうも。和田さん。和田源氏。ケンちゃん。まずね、まず根本的なことね。自然科学においてはね、真理ってあるんですよ。これが絶対正しいってことだね。で、これは例えば、時間が一定方向に流れてるとか、で、空間っていうのがね、三次元で構成されてるっていう。これは、ニュートン力学の原理ですよね。で、そのニュートン力学をひっくり返した、例えばアインシュタインのですね、相対性理論においてもですね、光の速度が一定ってことは、もう、これは正しいっていう前提条件なんですよ。だから、占星学っていうのはね、どこの国の誰が研究しても、正しく観測をすればですね、必ず一定の成果、一定の結果が出るっていうことなんですね。これが自然科学。ところがね、人間の社会を研究する社会科学、つまり政治学とか、経済学とか、社会学ですね。これはですね、何が正しいってことはないんですよ。で、いろんな考え方があって、で、これはもうその、もう、古代ギリシャのですね、ソクラテスとプロタゴラスの論争の頃から、もうこれは問題になっていてですね、つまり、人間にとって絶対正しいことってのがあるのかっていう、こういうテーマですね。で、例えばですね、歴史的な現象ですね、インド大反乱が何年にありました。これは事実です。
で、それは資料がいっぱい残ってるからね。だけども、そのインド大反乱っていうのが、どういう原因で起こったかっていうのはですね、いろんな考えがあるんですよ。で、そのいろんな考えの中のどれかを教科書は採用してるわけですよね。だからね、まあこれもよくね、予備校であるんですけども、勉強のできる学生ほどですね、私のところに来てですね、で、先生の今日のあの説明は、教科書のこと説明が違うんですけども、どっちが正しいんですかみたいなですね、ドヤ顔で来る学生さんがいるんですよ。うん。で、確かにね、私は教科書を信用してませんから、もともと。うん。で、教科書の記述とは違ったことを結構言います。はい。でね、その学生さん、そういう学生さんに対して、僕は絶対叱ったりしないですよ。うん。それは彼や彼女は、やっぱり自分で頭で考えて、で、あ、先生の言ってることと、教科書の言ってることは違うなって言って疑問を持ってくるんで、これは素晴らしいことなんですよ。うん。で、そういう時に私がどう答えるかっていうと、まあ今の話で、つまり、事実関係については、真実は一個だけれども、それをどう解釈するかっていうのはいろんな説があるんだよと。で、教科書はそのうちの一つを取ってる出現だよ。うん。で、試しに他の教科書を見てごらんってやると、まあ大体納得しますね。うん。歴史解釈についてもそういう違いある。ましてやですね、イデオロギー、〇〇主義、〇〇イズムについて、これをどう規定するかっていうのはですね、もうそれはですね、無数の解釈があるんですよ。共産主義って何ですか？いろんな解釈がありますよね。社会主義の発展段階であるとかですね。人類の最終到達地点であるとかですね。いや、違うと。これはただの全体主義だとかですね。いろんな解釈がありますよね。帝国主義って何ですか？帝国主義。これは資本主義の最終段階だ。と、レーニンは言いましたけども。いやいや、これは、金融資本が、産業界を支配して、で、資本輸出のための植民地を求めていたっていう、まあ、こういうホブソンの説もあってですね。いろいろあるんですよ。うん。だから、そのうちどれが正しくて、どれが間違ってるっていうことは、社会科学においてはないんですよね。これが基本的な考え方です。これ基本です。これまあ、大学でそういう社会学やった人は、まずイロハのイですよね。うん。で、これをですね、一個の考えが正しくて、他の考えは全部間違ってると。例えば、その、レーニンの帝国主義論が正しくて、で、ホブソンは間違ってると。それは、全然違うんだと言っちゃうとですね、もうそれ学問じゃないんですよ。それは宗教ですからね。でね、マルクス・レーニン主義っていうのがなんでダメになったかってですね、あれはね、マルクス・レーニンの言ったことが絶対正しくて、で、それに対する異論は全部反動だって言って、切り捨ててしまった。うん。だから、マルクス・エンゲルス全集とかレーニン全集がですね、あたかも聖書のようにですね、聖典となっちゃったんですね。で、こうなっちゃったらもう学問の進歩はないわけで、うん。だから、共産主義ったら死んだんですよ。学問的にはね。で、いやしくもですね、その保守の側に立つ方がですね、この考えが正しくて、あとは全部間違ってるとかね。地政学、この、奥山地政学が正しくて、他の地政学全部間違ってるとか、こういう言い方はですね、これはその、社会学のイロハの意が分かってらっしゃらないんじゃないですか、ということをまず申し上げたんですね。はい。で、次内容に入りますけれども、この、リバタリアニズム、リバタリアンの思想は、グローバリズムじゃないというふうに、和田さんはおっしゃいました。うん。で、もちろんそれについては、まあ、和田さんほどのですね、この学識のある方はですね、ちゃんと根拠があると思うんですけれども、まあ、それを今回この動画でお話になってませんけども、で私ですね、このリベタリアニズムがグローバリズムと繋がってるってことはちゃんと根拠がありますので、これをですね、今から簡単にお話しますね。はい。